おはよう、髪の毛なすびくんです。おはようございます。ということで、最近ちょっとね、動画投稿が遅くなってるっていうかね、1週間頑張って1週間休んで1週間頑張ってみたいなね、不規則な日々が続いております。 Twitter とかインスタでは言ったんだけど、今引っ越し先を探してて、まあいろいろね大変なんだね、引っ越すのってね。その準備とか物件探しとかでめちゃくちゃ時間かかっちゃって、しかも結構疲れんのよ。一日中家にいるような人間が外に出て不動産屋さんに行ってお話を聞いて、でやっぱ知らない人と話してさ、最低でも気使うからさ、その気を使うとかでやっぱ疲れちゃって、内見とか物件探しとか終わって家帰ってきたらもうそのままねぐたーっと寝ちゃったりとかするし、やっぱこう疲れた後って好きなことしたいからゲームとかしちゃうわけよ。それでね、 YouTube の時間をあんま取れなくて、こんな感じで久々の投稿でございます。ということで、今日もね、実はあんまり時間がなくて、でもせめてでもなんか動画回さないとなと思ったので、今日はね朝ごはんを作って食べる動画ですということで、今料理中なんだよ。今何してるかっていうと、今ゆで卵先生を茹でてて、でこっちでね、見えるかな？見えてるね。パンですね。パンを焼いております。察しのいい方はわかるかとは思いますが、私はめちゃくちゃぐちょぐちょ卵が大好きなんですよ。知ってる？まあ後で作るから説明はいいか。ということで、必要な玉ねぎを切っていきましょう。ウインナー、ウインナー、ウインナー。玉ねぎをね、水に浸しておきます。これで辛みを取る感じですね。よいしょ。ほんでね、知ってる方多いと思うんだけど、俺ってコーヒーがすんげー好きなんよ。カフェ行ったりとか、昼ご飯食べに行く時とかも絶対にもう飲み物はコーヒーっていうぐらいだし、家にいたらいつもコーヒー飲んでんのよ。なのでね、コーヒーを作っていきます。でコーヒーもインスタントコーヒーとかじゃなくて、こう自分で豆をひいてやっていきます。でもね、引っ越したら、奥さんと同居したら、なんか知ってる？ボタンポチって押すとウィーって出てくるやつあるやん。あれいいなと思って。一杯だいたい50円から70円ぐらいだから、コスパは悪いんだよ。これとかだと一杯30円とかでできるからコスパは悪いんだけど、いいよね。朝から最高級のコーヒーをキュッ、あーキュッ、ネギいいよね。いて、これがコーヒーミルです。それで蓋をセットして、こうやって回していくと、ここにほら粉が溜まっていく感じ。今ね、今撮影中に電話が来たのよ。で、電話何かなと思ったらね、今回ね、いろんな物件探した中で、めちゃくちゃいい物件見つけたのよ。で、そのめちゃくちゃいい物件が見つかったんだけど、もうすでに他の人が申し込んでたみたいなのよ。今回3部屋空いたんだけど、その3部屋全部予約が入っちゃってて、で、ザリガニ4番目だから、ここの3人がどこかキャンセルしたら、あ、やっぱここの家いいですって言ったら、こう、次、3番目になりますよって感じだったのよ。だけど、ここの家めちゃくちゃ人気だから、キャンセル出ないと思うんですけどねって昨日言われちゃって、確率低いですよって言われちゃったんだけど、あまりにもいい物件だから、一応はい、すいません、じゃあ4番目でお願いしますって言ったら、今電話来て、釣り金さん、開きました！しゃーということで、家が決まりそう。もう朝ごはんいらない、朝ごはんなんかいらない。いや、最近寒いからさ、ホットコーヒーにしようと思ったんだけど、今嬉しすぎてテンション上がっちゃったから、今日はアイスコーヒーにします。ということで、いろいろね準備整いましたので、朝ごはんをジャジャジャッと作っていきます。もうなんかカメラワークめんどくさいから、作り終わるわ、ごめん、食べながら話そう。うん、ということで、朝ごはん完成しました。玉ねぎの上にブインナーちゃう、玉ねぎの上に卵を乗せて、ウインナーとアイスコーヒーでございます。いただきます。うん、あ、もううまいわ。今まで飲んだコーヒーの中でいっちゃうまいわ。待って、何話そうもうさ、いろいろあったのよ、いろいろあったけども、今日物件決まったんだよ。もうそれだけでええわ。もう幸せだわ、本当に。絶対うまいもん、これ。こんなもううますぎるって。絶対いただきます。玉ねぎのそこだけやん、今のところ。
うん、うまい、うん、もう本当に今日はテンション高い、許してください。すごい嬉しいんだもん。でさ、この不動産を探す中でさ、店員さんってすごく大事なんだなと思って、前にさこの動画でさ、もうめっちゃもうムカついたっていう話をしたと思うんだけど、どこの不動産屋さんで借りようとさ、物件は変わらないわけじゃん。だけどこの人が紹介してくれるからなんかすごく嬉しいとか、なんかわかる？すっごい優しくて丁寧で親身になってくれる人もいれば、そんななんか安い物件なら早く契約してくださいよみたいなテンションでこう高圧的に来る人もいる中で、今回優しく対応してくれたからマジで嬉しい、もう本当に。で今回の人はすげえ親身になってくれて、俺とその奥さんもすごくね、うわいい人だったねみたいな、あの人の紹介してくれた物件がいいねっていう感じで話まとまってたんだけど、まあ2番手だったわけよ、4番手か、4番手だったから借りれなかったんだけど、さっき電話した時もさ、普通にあ、わかりました、ありがとうございますで済めばいいじゃん。もう違ったよ俺今。うわーマジっすか、ありがとうございますって、めっちゃ多分ごめんね、耳うるさかったよね、ごめんね、めっちゃ声でかくなっちゃったけど、もうそれぐらい嬉しかったのよ。もう今まで100件以上かな、物件見てきて、内見自体も10回ぐらいしてきた中で一番の神物件だったわけよ。これ超える物件あるんですかっていうぐらいすごくて、多分ね10月下旬あたりからは神物件の方でね撮影が開始されると思います。この汚い家とおさらば、そして今見たんだけどさ、自分の足の裏切ったね。家中のホコリを足の裏が吸ってんの。結構ザリガニは汗っかきな方で、手汗とか足汗とかすごかったりとか、たまにいるじゃん、学校とかでもさ、リュック背負ってきたやつの背中めちゃくちゃビチョビチョやみたいな人。ワイシャツに水たまりできてる人いるやん。あれ俺なんだけど、この前も寒い日にリュック背負ってたのよ。まあ30分ぐらい背負ってリュック下ろしたらなんか背中違和感があって、触ってみたらもうほんともう滝よ。ダジャーシャワーの後波のダジャーっていう感じで。なんで俺汗の話したんだ？ん？あ、そうだ。そう、それで、家の中で歩くときもたまにパタッ、パタッ、パタッって言うのよ。その、不潔じゃないよ。不潔じゃないと思うんだけど、ちょっとこう、汗ばんでるから、こう、道、道、道ってこう歩きながらタラちゃんみたいな音がするよ。トトトトトトト。タラちゃんウォーキング、トトトトトトってしてんだけど。で、家中のホコリを俺の足が今吸ってますね。さっきさ、俺最近1週間動画出して1週間休んでていたと思うんだけど、ここ最近ね、その物件探しの他にもう一個、めちゃくちゃ忙しいことがあったのよ。その忙しいことで、朝6時に起きて、家に帰ってくるのが夜の12時みたいな生活をしてて、で、その生活で何をしたかっていうと、すごくね、重大発表になるようなことをしてきました。これはちょっとまだね、俺一人だけの話じゃないから、今この時点でその重大発表を話すことはできないんだけど、10月の10日ぐらいかな、もっと前かな、10月入って少ししたら、その重大発表をお話しできると思います。これはね、俺の動画を見てくれてる人全員びっくりすると思うし、正直俺もめちゃくちゃ上がった。もう気分上げ上げでなったんだけどね。めちゃくちゃすごい重大発表があるので楽しみにしててください。マジでびっくりするよ。多分ね、その重大発表の動画見たらみんな、え？ってなると思う。マジで、マジですごいから。まあそういう忙しいのもあってね、部屋の掃除とかもなんかしなくなっちゃうのよ。洗濯とかもしなかったりとか、部屋の掃除とか料理とかもちょっとできなくなっちゃって、だから今ね、汚いんだよね。ちなみにこっち側はね、まあカメラの奥だから綺麗にしたけど、こっちマジ汚ねえぞ。40個ぐらい物あるからね。最近忙しくてあんま動画投稿できてなかったのは、まあ、物件探ししてたのと、引っ越し先を探してたのと、とある重大発表のことです。そして、よかったー。本当に嬉しかったー。もう、物件決まるってこんなに嬉しいんだなと思って、もう1ヶ月とか2ヶ月くらい頑張ってきてさ、奥さんと一緒にこの物件どうかな、この物件どうかなってこう話してたのよ。で、実はね、1週間くらい前に最高の物件見つけたのよ。その最高の物件を1番手で予約できたのよ。だから借りれますよってなったんだけど、家を借りるときに審査っていうものが入るのよ。この審査って何かっていうと、あなた本当にお金払えますか？ちゃんとお金もらってますか？みたいな感じの審査があるんだけど、俺その審査で落ちちゃったのよ。で、その落ちちゃった理由が収入じゃないのよ。ういー、お前全然金持ってねえじゃん、カスカスって言って審査を落ちたんじゃなくて、二つ理由があって、一個が法人の方に貸してますって言われたのよ。
これ法人って何かっていうと、会社を経営してる人とか、そこのお家でお仕事をしますよっていう人の法人のためのお家だからっていうのが1個目。で、もう1個の理由が、法人じゃなくても、お仕事目的じゃなくても、そこそこ有名な会社に勤めてたらいいですよっていう理由だったのよ。で、もちろんさ、YouTuber って、知名度的にはあるけどさ、信頼的にはめちゃくちゃ低いわけよ。でも、そこの物件に見合うぐらいの収入があるから、問題はないのよ。なんなら貯金もしっかりとこう使っていけば、お金ちゃんと払えるから、収入面では問題ないんだけど、仕事目的じゃないっていうのが理由と、もう一個が、有名な会社じゃないからっていう理由で審査が落ちちゃって、ちょっとね、やるせない気持ちになったよね。もらってるお金はさ、その有名な企業で働いてる人とかとあんま変わらないはずだからさ、そこでちょっとショック受けちゃって、まあでも、そこが落ちたおかげで、今新しく紙物件と出会ったわけですから。幸せ。今多分ね、奥さん寝てるんだけどね、もうすでに LINE 送ったのよ。奥さん、キャンセル出たって申し込みできるよって送ったんだけどね、今おそらく夢の中で起きるのが夜の7時だと思うので、起きてからの反応を楽しみにしていきたいと思います。ということで、喋りながら動画を撮った結果、全然食べるのが進まないという結果になりましたので、よろしくお願いします。じゃあ、この後動画止めてしっかり食べていきたいと思います。じゃあ、お疲れ様でした。また次回以降はね、ジャニーズ系だったり、キンプリオタク系の動画上げていこうと思いますので、お待ちください。TikTok、Twitter、インスタのフォローも、TikTok、Twitter、インスタ、まあいいや。よろしく。バイバイ。おやすみ、おやすみ、おやすみ。